旅51型潜水艦は日本海軍の潜水艦の艦級、L1 型とも同系艦2隻。ビッカース社が設計しイギリス海軍で採用された L9 潜水艦を三菱造船にライセンス契約を結ばせ84艦隊計画で2隻建造した。艦は L 型潜水艦そのものだった。当時この L 型潜水艦は大破性、高揚性、 居住性などともによく実用的と好評であった。その後これを改良して L2L4 までの L 型潜水艦が建造された。船体の特徴は反複角式の尖角構造を採用したことである。これは単角式と複角式を接中した形で別名サドルタンク式と呼ばれた。体圧柄である内角の左右原則にメインタンクを装備した形式で この後の L 型潜水艦はすべてこの方式だった。初期はビッカース式ディーゼルを2機搭載したが、取扱いが容易で故障も少なく好評であった。その後の L2 型、L3 型、L4 型の L 系統の潜水艦すべてにこのエンジンが搭載されている。L4 型潜水艦が太平洋戦争初戦期に旧式艦ながら、第一戦で活躍できたのはこのエンジンの信頼性が、 高かったのも一因である一方、大正期のもう一つの主力潜水艦である、海中型潜水艦は、手機の信頼性に乏しかったため、L 型潜水艦の果たした役割は大きい。魚雷発射艦は艦首に4門装備したほか、中央部原則の水潜下に左右1問ずつ、搭載した。竣工は1920年で、1932年。 および1940年に除籍された。目立った戦歴や戦果はなかったが、後の潜水艦の設計や建造について意義あるもので、ある。旅51型潜水艦は、同型艦2隻からなり、3隻定数の潜水隊に1隻、足りないものの1個潜水隊を編成した。横須賀鎮守府に配備されたため、横鎮の固有番号を与えられて、第3潜水隊となった。 横須賀鎮守府籍の旅51、旅52で編成。その後遅れて竣工した L2 型の旅53を編入した。C2 型潜水艦からなる仙台の第3潜水艇隊が大正7年11月2日の台湾号解消に伴い、第12潜水隊に解消されて、以来の3代目となる。大正11年12月1日には、クレ鎮守に転籍したため、 第11潜水隊になり、ホランド型からなる先代の第11潜水隊が所属艦の除籍により、大正10年4月1日に解体されて、以来の2代目となる。昭和13年12月15日に解体された。ありがとうございます。